松本人志と世界ラブジャーナルが猥褻な内容で放送禁。この番組は10月17日に NHK 総合で放送予定で、松本人志氏を含む多彩な出演者たちが世界中の性に関する話題や悩みについて楽しく語り合う内容です。しかしこの番組に対する中止要望は、男女平等を推進する男性からなる非営利団体MENWITHWOMEN とその支持者からなる合同チームによって行われています。オンライン署名サイトチェンジ ORG で10月11日から開始された NHK は松本人志氏と呂布カルマ氏の性番組を放送しないでくださいという署名キャンペーンは、わずか2日間で2万人以上の署名を獲得し、10月14日現在で2万選を超える賛同を集めています。この合同チームが番組の中止を求める理由は以下のようなものです。まず、松本人志氏の辞書遺書には過去の性的行動についての衝撃的な記述が含まれています。この記述によれば、自分の娘がいろんな男に輪姦されても仕方がない、自分もやってきたことだからという内容が含まれています。また過去の放送で未成年者を性的対象にする発言や常習的な売春行為をほのめかす発言も報じられています。呂布カルマ氏も性とジェンダーに関する認識に疑念を抱かせる発言を繰り返しており、その中には女性への性的加害を軽視し、男性を潜在的な加害者として描写するものも含まれています。例えば2023年6月の事件に対して、覗こうと思えば覗けるような露天風呂を選んだ学校が悪い、男子生徒は覗けるならば覗く、当たり前だろといった投稿があり、これは性的加害に対する深刻な問題を軽視するものと受け取られています。松本人志と呂布カルマを性に関連する番組に起用する決定は、多くの人々から180度間違ったキャスティングと批判されています。この批判はジャニー北川氏による性加害問題が最近問題視され、メディアの沈黙が被害を拡大させた要因の一つと考えられています。そのため松本人志と呂布カルマが過去に言った問題のある発言に対しても同様に沈黙することは過去の轍を踏む可能性があるとの指摘がなされています。 SNS 上ではこの番組について賛否両論があります。一部の人々は、真面目な性に関する番組が貴重であり、松本さんが笑いを提供してくれると擁護しています。しかし多くの批判的な声も上がっており、キャスティングの選択が誤りだと指摘しています。特に松本人志の過去の発言が問題視され、番組に出演することが子供や若い視聴者に衝撃を与える可能性があるとの懸念が表明されています。この議論は番組制作者や NHK に対し、キャスティングの再評価と性に関する番組の内容について真剣な検討を促しています。性教育や性に関する議論は重要ですが、適切なキャスティングと配慮が必要であるという声が強調されています。批判的な声が広まっています。呂布カルマは自身の SNS で番組について触れ、批判的な意見に対して以下のようにコメントしています。案の定アホのフェミニストたちが騒いでるけど、しっかり OA もチェックして話題にしてくれよな。フェミニストなんかに向けて番組作ってねえからな。そんな堅苦しいのじゃないから気楽に見てよ。これらのコメントは呂布カルマ自身が批判に対して反論し、番組の性格や目的について説明しようとしていることを示しています。彼は批判的な声に対して、番組があまりにも真剣に受け取られすぎているという立場を取っており、視聴者に対して気軽に楽しんでみるように促しています。一方で番組に対する批判は根強く、フェミニストや他の視聴者からの懸念が示されています。この議論は性に関連する番組が社会的な議論を引き起こすことがあり、視聴者の感情や意見が分かれることを反映しています。今後番組制作者や関係者はこれらの批判的な意見に対処し、番組の内容とコンセプトを明確に伝える必要があります。性に関するトピックには様々な意見が存在し、バランスを取りながら議論を進めることが求められています。次に上記のトピックについて人々が何を話しているのかを見てみましょう。番組を見るつもりはありませんでしたが、2万件もの反対署名が集まる番組は一体どのようなものなのか、自分の目で確かめることが必要だと感じました。番組に対する偏見や批判を見る前から一方的に持つのではなく、実際に視聴してから意見を述べることが重要だと思います。確かに
番組についての意見を述べる前に、まずは番組自体を実際に視聴することが大切です。2万件以上もの反対署名が集まる番組は、何か特別な要素を含んでいる可能性があるかもしれません。偏見や批判は事前に情報を得ることなく行われると正確な判断が難しくなります。番組の内容や趣旨を理解した上で適切な意見を形成することが重要です。真面目に性について向き合う番組であれば特に問題はないと考えています。出演者たちは煽りや誤解を招くような発言はしないでしょうし、性に関する教育の不足が現代社会の課題であることを考えれば、その問題に貢献することは良いことだと思います。全ての情報を考慮した上で真面目に性について向き合う番組は社会的な議論を促進し、性教育に対する重要な一歩となるでしょう。出演者たちは慎重に発言し、誤解を招かないよう努力するでしょう。性に関する教育不足は現代社会の大きな問題ですし、この番組がその問題に焦点を当てることは良いことだと思います。性についての議論は多様であり、異なる意見が存在します。しかし過去の発言を引き合いに出して攻撃するのではなく、多様な視点を受け入れ、建設的な対話を促す場を提供することが重要です。私たちは性に関する問題に真剣に向き合い、理解を深め、進歩を達成する必要があります。人は経験を通じて成長し変化していきます。過去の発言を引き合いに出して出演者たちを攻撃するのではなく、多様性を尊重し、性に関する正直な感情を受け入れ、コントロールする方法について話し合う場を持つことが重要です。理想論だけでは問題は解決しません。経験を通じて成長し変化することは確かに重要です。過去の発言を批判的に取り上げるのではなく、多様性を尊重し、性に関する感情や議論にオープンで建設的なアプローチを持つことが解決に向けた第一歩です。理想論だけでは問題を解決できませんが、オープンで健全な対話を通じて問題に対する理解が深まり、解決策が見つかる可能性が高まります。また番組が放送されていない段階で情報を探し署名を行うことは、非常に暇な時間があることを示しているかもしれません。番組の内容はまだ明らかになっていませんが、タブーとされるトピックを分かりやすく伝えるために、このようなキャスティングも一つのアプローチであると言えます。まずは分かりやすさが大切です。確かに番組が放送前に署名が集まるのは、人々が時間的余裕を持って議論を追いかけていることを示唆しています。番組の具体的な内容はまだ分かりませんが、性に関連するトピックはしばしばタブー視され、難解なものとされがちです。そのため分かりやすい方法で伝えることは重要です。一方で番組がどのように性教育や性についての議論に貢献するかは、実際に視聴してから判断するべきです。議論を深め、多様な視点を考慮に入れることが建設的な対話を促進する一歩となるでしょう。